ニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、佐木氏です。今回も、カンコレ実況プレイ、始めていきたいと思います。前回、単発実況と言っていたにもかかわらず、すいません、欲に負けて撮っちゃいました。ごめんなさい。まあ、とりあえず、編成の方、見ていきましょう。編成、前回と全く同じです。まあ、もう、お察しの方もいると思いますが、リベンジですね。あ、で、前回装備のあれを見せてほしいっていうのがあったんで、ちょっと見せていきます。ベップちゃん、まあベルちゃんと呼んでますけど、10センチ連装コア砲2門に缶を1つ。で、デンちゃん。グラフ2つんでカットインですね。基本的に、主力で使う駆逐艦は連撃なんですけど、それ以外の、言っちゃ悪いんですけど、サブの駆逐艦は全員カットイン装備してますね。で、次、ライちゃん。はい、赤月ちゃん。司令官、ごきげんようです。で、ゆうだちさん。お呼びっぽい？何ですか？で、ゆうだちさんは、この 12.7 センチ連装砲 B 型回にってやつですか？これはまあ、ゆうだちさんの固定装備っぽいので、ちょっとつけてます。あとは、電端で、そうですね。で、しぐれさん。いい闇だね。まあ、しぐれさんは安定の勝手に装備ですよね。やっぱり運も高いですし。雪風さんには劣りますけどね。じゃあ行きましょうか。じゃあまず前回と同じように場所は2-4沖ノ鳥海域では行ってきまーす。了解。ベールに出撃する。前回の動画再生とコメありがとうございます。見てくださった方すいません、感じちゃいました。で、前回やっぱり見直してみてだいぶ早口だなーって思ったんで、今回はなるべくゆっくり喋るように頑張ってます。もう分かってるとは思いますけど、結構ゆっくり喋ろうと気をつけてます。ゆっくり音声使えばいいんじゃないかっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、この自分の場合ゆっくり音声で撮ったものを帰りましょう。マジかよ。マジで。マジで。マジか。ごめんなさい。本当にごめんなさい。いや、もう、ほんとごめんなさい。一発タイガー。野戦行きます、はい。まあ、初戦ですし、駆逐艦ですのですね。もうやだ。では、野戦行きましょうか、はい。まあ、野戦は正直ただの下切りなんで、のんびり見てていいかと思います。安定なオーバーキル。MVP ですね。で、まあもう、レベルを見てもらえば分かる通り、ベルちゃんがもう99ほぼ行きそうなんですよね。って言っても全然まだまだなんですけど、だから結婚かっかりは、はい、ベルちゃんにします。当然ですね。はい、ゆだしながらレベルアップ。で、レンちゃん耐えましたので、まあ帰りましょうかね。ドロップはなし。しょっぱい。いや、でも本当にこれでいいのかな？こう、ワンチャンもう一回出撃。っていうのもあるんですけど、残念ながら前回の動画を見てくださった方々は分かる通り、撮影環境は最悪なため時間をかけすぎると大変なことになるんで、今回は補給してこれで終了ですね。いや、なんか本当すいません、何のために動画撮ったのかちょっとよく分かんないですね、これじゃあ。で、入居の方なんですけど、まあこんな感じで埋まってます。一応、マキクモさんが14分で出てくるんですけど、ちなみにこのマキクモさん、もうレベル見てもらえば分かる通り、完璧、ソナー目的ですね。で、随格昇格さんがトリオでいて、上に鈴谷さんは。で、そう。司令官、大丈夫か？今、リアル進行の方では、この、5-4、東京空港、こちらを今、攻略途中なんですね。なので、鈴谷さんと昇格随格さんが入居してるんです。まあ、私の場合は、駆逐1、雷順1、駆逐1、雷順2、航順1、警護2ですね。戦艦入れていく場合もあるんですけど、やっぱり燃料弾薬の、やっぱイベント近いんで、燃料弾薬の消費も抑えてます。はい。まあ、こんな感じですかね。いや、なんか、ほんとすいません。内容が全然なくて。
あーすいません、はい、次回撮るときはこの駆逐検査じゃなくてもっと別のやつでいきたいと思います。というわけで皆さん、はい、詐欺師でした。さよなら。はぁ、マジかよ。